こんにちは、にしゃかです。今回は機動戦士ガンダム水星の魔女最終回に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。プロスペラの絶叫がつれ、唐突に現れた謎のラスボスおじさん。2発目はさすがに死者とは言えないだろう。呆れ、何やってんだこのペイル社。ヤバい追い打ち来た。ラウダとカグエルも大丈夫か。すげ悪の親玉みたいなやつだ。あ、スレッタまで汚染されてしまった。データストームの限界か。スレッタ、大丈夫か。魂が引きずられたか。キャリバーン庭で退場。ロウジが自分で喋った。ロウジ君いっぱい喋るね。いついかなる時もお茶は大事ですね。先輩ポーズ、先輩ポーズ、先輩ポーズ。あれ、ママさん、その後は。ミカネ、チチュ先輩、みんな捕まっちゃった。マルタンだけ名前呼ばれないのくさ。銀エデンの序盤の貴族連合みたいなムーブしてんな議会連合。自分がやったことが返ってきた。ラブスタクソヤジ。ガンダムで大義言うやつは大概クソ野郎。謎ソーラレイもだけど、この偉そうなおっさんも急に湧いて出たな。整備班モブやった出番。許さんぞミオリネさん。ラウダ君は許す側なのね。被害者ポジションを崩さないラウダ君。もう当たり前だけど最終回って感じ。エアリアルをクワイエットゼロに持ってくのか。グエルとスレッタで共闘とは熱いな。グエル君いろんな機体乗りこなせてすごいな。やっぱり最終決戦は巨大兵器攻略戦よ。すげーテンポで話進んでて頭データストームやで。ほんま、この数を一人でやるのかスレッタ。これ今日の1話で終わるんですか。あんなものに巻き込まれてたまるか。真っ当な感想。レーザー回避のために一枚岩じゃない議会連合。ミオリネちゃん、言うようになったな。エアリアル抱えてきた。スレッタが近くいる時に声が高くなるミオリネ好き。プロスペラ諦めてね。ママこの木に及んで。スレッタの反抗来た。初めて母親に逆らったか。もう母親の言いなりのマザコンではない。データストーム汚染、プロスペラも時間ないんか。その仮面意味あったんだ。この仮面ってそういうことだったのか。ここでカミングアウトか。仮面ただのおふざけじゃなかったのか。それは違うよ。全部だ、全部を手に入れる。スレッタがクワイエットゼロとリンクした。キャリバーンでスコア上げるんか。自分で肩代わりするのか。スレッタ死ぬのか。エラン4号来た。ここでエラン君4号。あの後会えなかったエラン君がここで。ブワ、再会できたね。一気のエラン君生きてたんか。4号お前そこにいたのかよ。4号もデータストームの先にいたか。エラン4号とスレッタの共同作業胸圧。4号くん以上に美味しい役どとろ。おいおい4号、お前ってやつは。なんか4号くんがスレッタの初恋ポジションに収まってるからネトラレミがあるな。ガンダム恒例行事。スレッタさんの主人公力が上がってきたな。一つ二つ進んで全部手に入れよう。進んで二つどころか全部取りに行く。 BGM 来た。え、キャリバーンにガンビットがつながった。完全体キャリバーンや。おいおいおい、熱すぎる。パーフェクトキャリバーン。ゲーミングキャリバーンやん。エフェクトも虹色ですごい派手になってる。やはり虹色。虹色は全てを解決する。姉妹の力ってすげえや。やっぱキャリバーンで最終決戦か。ミオリネちゃん、大した玉だ。ミオリネちゃんが頼もしい。ベネリットグループ解散きた。最後の最後でシャディク。ああ、ここでシャディクが生きるのか。シャディクの理想が実現してしまった。風向きババアーゼントしてて笑った。ババア、その顔が見たかった。サマーおばさんしてんの。本物エラン様行くとこあんの。エランオリジナルいいキャラだな。わあ、覚醒した。キャリバーンがユニコーンか。やっぱりユニコーンじゃねえか。これに虹色ステッカー確定じゃん。他のガンダムまで操作できんのか。本格的にユニコーンになってきとるやないかい。ハラクト出番あって嬉しいね。すべてのガンダムを連れて行った。ありがとう、すべてのガンダム。ガンダムを使ってデータストームを広げた。すべてのガンダムを使って衛星を止めた。ソフィーとのレアを。一般通貨ソフィーのレア。何もわからんけどなんかすげえ。オトンも出てきた。かつての仲間が。やっぱりみんなデータストームの中にいたか。これは
サイコフレームの共振なのか。そんな平和的な鎮圧があっていいんでしょうか。なんか急に宇宙世紀っぽくなってない？お前強すぎるぞスレッタ。理解のある娘くん、やっとエリーと話せるのか。ママとエリーの再会。マスクが外れるとお母さんになるのよね、プロスペラさん。スレッタが浄化していく。クワイエットゼロが崩壊していく。どういう現象なのだよ。ガンダム消えちゃうの？よくわかんないけど消えた。よし、パーメットが分解された。理屈はわからんが、わかったよ。悪の要塞が粒子化して消滅したのやりすぎで笑う。すごい SF してるのに最後なんかわからんまま、よくわからず終わる。1話の逆パターンかこれ。音のない宇宙空間を生かしとる。初めて会った時を思い出す。おかえり。声がないからこそ刺さるな。最後の最後までファーストオマージュか。いいね。スレッタ、来てた。おかえり、スレッタ。おかえり、スレッタ。生きてった。3年後来た。ええ、3年後。単発にカちゃんかわいい。なんで父の表情にそんな作画頑張ったの。ロジツ中、地球に来たカエランくん。ボゴボゴーくん、やはり手帳で旅を。エリクトがコジュートになってる。エリクトそこにいるんか。コジュートエリクトとカユニジ創作が本編で流れてくる恐怖。ペトラも生きてた。ペトラやっぱりやしなくなったんか。ペトラよかった、よかった。優しい世界。3年経っても変わらねえな。エラン様有能すぎる。本物したかかすぎんか。セセリアめっちゃ可愛い。セセリアはどこまでもスケベ。頭抱えてるグエル君。グエルすごい顔してて笑っちゃった。シャディクガールズがミオリネガールズに。いや、ガールズなに許されてんの。ババアたち生きてるやん。タケモトピアノ4ババ、あの髪型そんなだったんか。スレッタちゃんと生きてた。左手薬指、指輪してる。結婚しとるやないかい。こっちに持ってもう彗星に学校を作ったってことかな。すごい、最終回でみんな生きてる。エリクトちゃん、それに憑依しているのね。一気大きい来た。目いっぱいのスク服を君に。初期のオープニングは噛みすぎだろ。こんなハッピーエンドのガンダムもありやな。ハッピーエンチューアイにっこり。いい最終回だった。マジで人死ななくてよかったです。ありがとう彗星の魔女。こういうのでいいんだよを体現したようなガンダムだった。ママン死亡回避、エリクト消失回避、スレッタミオリネ結婚エンドで祝福流されたらまあええかってなるわ。よかったわ。バトル期待してたやつからしたら物足りないだろうってのもわかるが、終わりはこれでいいけど、やっぱシュバルゼッテ・ファラクト・キャリバーン3機揃ってのラストバトルは欲しかったな。ラストの曲とタイトルに泣いた。ちょっと無理やりだけどまとまったな。そしてプロローグと呼応するかのようなエピローグ。最終回面白かったよ。祝福で締めるのはみんな分かってたけど、まあよかったよ。もう一ネタたぶっ込んでくると思ったけど、ほぼエピローグだったな。プロスペラが生き残るのは予想外だったわ。シャリクはスレッタママの罪まで被ったのか。これスレッタママ逮捕されてなさそうだし。最後にスク服持ってきてくれてテンション爆上がりしたわ。良い最終回だった。まあいい意味でも悪い意味でもガンダムとしてはぬるい方だったな。ちゃんとファンはいるし、新規開拓としての役目は果たしただろう。初めてガンダム見たけどよくわからん。ハッピーエンドだからとりあえずよかったね、おめでとうってことしかわからん。ガンダム初めてまともに見たけどよかった。単純だけど最後の祝福に泣いた。まさかガンダムを消滅させるオチになるとは。イアガンド技術はあくまでも擬態として活用すべきであって軍事転用すべきでないという当初の理念にのっとっていると考えれば妥当な気もするけどさ。ガチのマジでスレミオエンドだったぜ。百王スレッタとミオリネガチで結婚してて笑った。よくやった。スレミオで締めたのは良かったけどちょっと駆け足だったな。あとエピローグももっと見たかった。3年後も母ちゃん生きてるし、長女とも話せて、次女とその嫁に面倒を見てもらっていい余生すぎる。スレッタ、エリクト消えちゃったと思ったけど、まさかキーホルダーと花ハーでもよかったんじゃ。まあ幸せエンドだからいいか。描写だけ見たらグエルって結局会社売り払われて一人身のまま仕事つけよな。みそぎを終えた3年後のニカネ、すっかり男の子みたいになっちまって。これはこれでニカネ可愛いよ。クワイエットゼロが消滅したから結局何もなかった、起きなかった扱いでええの。でもテロ自体はなかったことにできないから、シャディクはとりあえず終身刑以上なんやろな。
シャディクがさようならって言ったのはもう二度とミオリネと会うことはないからか。悲しいわ。ペトラちゃん大勝利。生き残ってくれてホッとしたわ。シャディクばっかり言われるけど本当に邪魔だったのはラウダ。あいつのシーンはマジで時間の無駄だった。ラウダが新型乗ってクソムーブかましたけど、素直にボボがあれ乗って普通に活躍する方が良かったな。シャディクガールズって誘拐する時警備の人殺してたよな。3年で釈放って軽くない？3年どころかもっと短い可能性あるぞ。すでにミオリネの部下やってて手慣れてそうだし。ガールズはシャディクが背負ったお金で罪が軽くなったと思う。ミカネーはシャディクに頼らず自分で償いたかったから3年かけて償ったんじゃね。結局父のポンポンの謎は解き明かされなかったな。ペルシーちゃん、ペルシーちゃんロスが辛いのだ。なんかもうこれ以上ないくらい大団円なハッピーエンドでめちゃめちゃ良かったです。正直泣いた。でも冷静に振り返るとめちゃめちゃ力技で丸く収まった気がしてくるんですが、これガンダムのガチファンにはどう映ってんですかね。特にクワイエットゼロが消えるまでの下りなんか何がどうなってこうなって消えたのかよく分かりませんでした。まあでも最後に祝福が流れたら細かいことはいいんだよ的な気分で、これはこれで全然いいと思えてきます。もともとガンダム知識が浅い者にとってはこういうもんだよって言われたらそうなんですんかとしか言いようがないし、最終回も含め間違いなく今まで楽しませてもらいましたので、突っ込みすぎるのはやぼってもんですね。ただラスボスが名前もわからん議会連合のおっさんなのはちょっと小物すぎるんじゃないかと思いました。あと後日談的なエピローグ部分が短かったかな。アニメや漫画でよくあるいきなり丸年後とかやっちゃうし、シャディクガールズがちゃっかりミオリネの部下になってんのが一番納得いってないっす。あれだけのことやってて制裁なし。なんかシャディクがガールズの罪も背負ったからみたいですけど、お前らもやったことに対して責任持てよ。ペトラは予想通りガンド治療で義足使いながらラウダとイチャイチャしてました。最初からそれしとけ。一番のサプライズだったのはキーホルダーにエリクトが転生してるとこでした。まさかのファンタジー。いやまあ今まで散々脳内世界とか精神世界とかやってたけども、まさかキーホルダーに転生するとは。やってくれるわ。もっとこの3人のやりとり見たかったわ。あ、スレミオはご結婚おめでとうございます。結婚式は？ねえ結婚式は？もうちょっと尺があれば見れたんですかね。そこはちゃんと結婚披露宴の模様をアニメとして見たかったな。というわけで機動戦士ガンダム水星の魔女、皆さんはいかがだったでしょうか。気軽にコメントを寄せください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。